これなんで教えて、これ高専受ける子も受験生の方は絶対見てね。プルーフクラススタート。問題がルート5分の 72a が整数となるような自然数 a を小さい方から2つ求めなさいって問題で、解が10と40なんだけど、これなんでって意味やんか。まず72を素因数分解するんよ。素因数分解って結局なんなんてのは、ある正の整数を素数の積の形で表すことなんやけど、つまり限りなく掛け算していってもう分解できんよって意味。それを利用する。まあこのようになって、つまり72は2の2乗りかける3の2乗となると、だから式を整理するとこうなって、6かけるルート5分の 2a となると、でまた5分の 2a に注目する。分母に5があるから a が5の倍数ではないかと思わないというので、5の倍数を考える。 a イコール5の時ルート2だから×、 a イコール10の時ルート4で2だから丸、15、20、25やってて、8回同じことをやっていくと40を代入するとルート16となり、4という整数出るよね。よって答えが整数となるような自然数 a の小さい方から2つ求めると10と40と出るよう、と自分も最初 a イコール1、2、3ってやっちゃったんだけど、途中から気づきました。コメント欄で他の解法を見つけたのでそちらも見てね。もっといい方法あるよとかあればコメント欄で披露してください。で僕らはそれを見て勉強しましょう。ということで、これからも勉強一緒に頑張っていきましょう。成績上げたい子はチャンネル登録よろしくお願いします。いつも見てくれてありがとう。